HMS モンマスは20世紀最初の10年間にイギリス海軍のために建造された同盟階級の装甲巡洋艦、総合してカウンティ巡洋艦名に基づいて命名されていたとして知られた10隻の中のネームシップであった。1903年の完成で艦は海峡艦隊の第一巡洋艦船隊に配備された。1906年に中国艦隊へ移され、 1913年に母国へ戻り予備第三艦隊へ配備されるまでは当地に止まった。1914年8月に第一次世界大戦が始まると艦は最終駅となりドイツ軍の通称破壊用戦力を創作し連合国の船舶を守るため大西洋中央区域の第五巡洋艦船隊に配備された。到着後、艦はドイツ艦船に対して ブラジル沿岸を巡察するために派遣され、その後に大西洋南部区域へ向かい、クリストファー・クラドック少将の戦隊によるドイツ軍東洋艦隊の捜索に加わるよう命令を受けた。彼は11月1日にドイツ軍艦隊をチリ沖合で見出した。ドイツ軍艦隊はクラドックの部隊を数でしのぎ、ここにおいては戦闘力で上回っており、それらが クラドックの走行巡洋艦の2隻をコロネル沖海戦で沈めた。モンマスは前、乗組員と共に失われた。モンマス級走行巡洋艦のジェーン海軍年艦による図解。モンマスは排水量9800ロングトンの設計であった。艦は全長463フィート6インチ、全幅66フィート、そして25フィートの平均喫水であった。 動力部では2機の4気筒3段膨張蒸気機関が、それぞれの軸を駆動し、合計で22000指示張りを発生させて、最大速度23ノットに達する設計となっていた。もっとも、モンマスは、設計速度に達しなかった3隻のモンマス級の中に、数えられた。各機関は31機のベルビール式石炭、戦勝水管管から動力を得ていた。 最大1600ロングトンの石炭を運び、乗組員は678名の士官と下士官兵から構成されていた。主武装は14門の6インチ、5層式マーク7官砲からなっていた。うち4門は2機の連装砲塔に設置されて、それぞれが上部構造の全部と後部に1機ずつ、他は艦中央部の方、各 EN に据えられていた。中の6門は主官班に設置され、 天候が平穏な時にのみ、使用可能であった。100ポンド砲弾について、およそ12,200ヤードの最大射程距離を備えていた。10問の12ポンド12ハンドレッドウェイト速射砲が、水雷艇に対する防御のために備えられていた。モンマスはまた、3問の3ポンドホッチキス砲と2機の18インチ、水中魚雷発射管を装備していた。 艦の喫水線装甲体は、原則中央部で4インチ圧、端部で2インチ圧であった。砲塔、砲塔下部円筒、砲角の装甲は4インチ圧であった。保護用の甲板装甲は0.75インチから2インチ圧にわたり、司令塔は10インチ圧の装甲に守られていた。富士見の宮さだなる新能が上艦した HMS モンマスがエスクワイモルと港を離れる。 ウェールズの州にあやかって命名されたモンマスは1889年8月29日にロンドングラス号造船会社によってガバンの造船所において建造が開始され1901年11月13日に浸水となった。1902年3月末のグラス号校における定期船アッシリア号との接触事故があって完成は遅れた。 同年の8月末に試運転のためデボンポートへ到着したが、最終的に完成して受領されたのは1903年12月2日に至ってのことであり、当初は海峡艦隊の第一巡洋艦船隊に配属された。1906年の1月末には暫定的にデボンポートで予備戦力とされ、ついで4月に中国艦隊での任務のため再収益した。 HMS モンマスが中国艦隊に配属されていた時期に日本の伏見宮さだなる新能が1907年の欧米訪問業の木とカナダのエスクワイモルト港から日本の横浜港までを艦で移動した到着後の7月18日にモンマスのジョン・アーサー・テューク艦長と艦の士関連は当時の中日イギリス大使クロード・マクドナルドと共に東京の皇居を訪問し 明治天皇への謁見と、宮中五三会に臨んだ。中区艦長と艦の士関連は、マクドナルド大使と共に、東京、清井町の伏見宮邸にも招かれている。艦は1913年まで中国艦隊に泊まり、その後に帰国して予備の第三艦隊に配属された。第一次世界大戦の勃発で、艦は1914年8月4日に、ほとんどが、 予備役からなる乗組員をもって出動となり、カーボベルでカナリア諸島に駐留するアーチボルド・ストダート少将の第5巡洋艦船隊へ送り出された。8月13日に到着するとストダートは艦をブラジル沿岸部へ地域内での存在が判明していたドイツ軍、軽巡洋艦軍を捜索させるために派遣した。艦は9月中旬にクリストファー・クラドックの指揮下に入った。 9月の末にクラドックはティエラデルフエゴ地域の初探索を行って無駅に終わり、ついでモンマスと他2席をチリ海岸沿いへ10月15日にバルパライソへ到着する探索業に派遣し、一方で自らの機関 HMS グッドホープは石炭の補給と海軍本部との連絡回復のためにフォークランド諸島のポートスタンリーへ戻った。10月7日彼は ドイツ軍の白爵マクシミリアンフォン出兵中将の艦船が確かにホーンミサキ地域を目指しているとの報告を受け、自らの船体の補強役である艦令の高い前ドレッドノート級の戦艦 HMS 可能パスを待ち受けた。ポートスタンリーに到着した等の艦は機械的な状態が良好でなく、その修理には時間を要した。 グッドホープは間を待たずに10月22日に出港してホーン岬を回り、一方でカノーパスと他3隻の石炭船は翌日に立ちマゼラン海峡を経由のより短距離の航路をたどった。コロネル沖海戦の進行。HMS グッドホープは10月27日にチリ遠方のチョノス諸島にあるバジェナル停泊地で石炭補給のために 船体の他の艦と合流した。二日後に HMS カノーパスが到着して、すぐにクラドックは、党の戦艦へ、可能な限り速やかに後を追うように命じておいて出発した。彼は、軽巡洋艦 HMS、グラスゴーを前方偵察と、また、チリのコロネルへ入港して、海軍本部からの報告があれば受領し、ドイツ軍の活動に関する情報を得させるために、 派遣した。巡洋艦は10月29日の午後に、軽巡洋艦 SMS ライプツヒが発したドイツ軍の無線信号を補足し始め、高速なドイツ艦によって追い込まれることを避けるため、クラドックの許可を得て2日間にわたりコロネル入港を遅らせた。ドイツ軍の補給船がすでに当地におり、グラス号が日没頃に入港したことを、主兵に無線で伝えた。 巡洋艦は11月1日の朝に出航したが、前の晩にその存在を知らされたシュペーは、すでに艦を捕捉する計画を立てていた。グラス号は巡洋艦隊の郵便物を積み込んだ後、9時15分にコロネルを出航し、4時間後に船体のその他と合流した。13時50分、クラドックは、配下の各艦に15回リマイルの間隔を置いて、並行する戦列を組み、 指定を最大限にするように命じておいて、10ノットで北へ舵を取った。16時17分、SMS ライプツィヒが最東端のイギリス艦であるグラス号を正方に認め、他方は3分後にライプツィヒの煙突の煙を認めた。17時10分、クラドックは配下の各艦へ、ドイツ軍艦隊に最も近いグラス号の方へ向かうよう命じた。 集結すると18時18分、彼は各艦にグッドホープが先導する後方へ向けた、戦列を形成させて、16ノットで南東方向に舵を取った。装甲巡洋艦 SMS シャルンホルストと SMS グナイゼナウの8.3インチ砲16門に、匹敵するのは、 彼の機関の9.2インチ砲2門のみであったので、数がより多い6インチ砲を生かすためには距離を詰める必要があった。しかしななどの強風と高波により、それらの方の半数は海面に近すぎて、使用を妨げられていた。彼はまた、日の光がドイツ軍砲手の目をくらませるように、沈む太陽を自らの有利に活用することをも望んでいた。出兵は、 イギリス勢に有利に働く要因をよくわきまえており、クラドックに距離を詰めさせるままにはしておかなかった。彼のハイカ感は、仮想巡洋艦オトラントの16ノットの最大速度にあって遅行させられていた、イギリス勢よりも高速であり、状況が自らに適した方へと変わるよう、彼は距離を18000ヤードにまで開いた。太陽は18時50分に沈み、 それが淡い空を背景としたイギリス艦の輪郭をあらわにし、一方でドイツ艦は背後の海岸線と見分けがつかなくなった。SMS グナイゼナウ。シュペは直ちに接近に転じ、19時4分に距離が12,300ヤードまで縮まったところで、ハイカカクカニ砲撃開始の合図を送った。シュペの機関シャルンホルストはグッドホープと交戦し、グナイゼナウは モンマスを砲撃した。ドイツ軍の砲撃は極めて正確であり、両装高巡洋艦は6インチ砲の射程の外に、ありながら速やかに、イギリス軍の大衆への直撃を記録し、両艦に火災を起こさせた。クラドックは距離を詰めることが、自らの唯一の活路であると知っており、主兵の配下各艦が加えてくる打撃にもかかわらず、それを続行した。 19時23分には戦闘開始時のほとんど半分にまで距離が縮まっており、イギリス艦は耐えながら前進した。グナイゼナウからの一発の砲弾がモンマスの全部砲塔の屋根を吹き飛ばして火災を発生させ、弾薬の誘爆を引き起こして砲塔を艦から完全に取り払わせた。出兵は来撃を危惧して距離を開こうとしたものの、 イギリス艦は19時35分にはわずか5500ヤードの距離にいた。激しく損傷し、モンマスは速度を鈍らせ始めて戦列から逸れていった。SMS ニュルンベルク。ドイツ軍の核装甲巡洋艦がグラス号をほぼ完全に素通り、したので、当の艦は全く別個に戦闘を遂行し、軽巡洋艦 SMS ライプツヒ、そして、 SMS ドレスデントの間で決着を見ない一騎打ちとなった。グラス号は20時5分にドイツ軍艦隊との接触を打ち切り、10分後にボンマスが傾斜して選手を下にし、火災は消し止めていたところを発見した。艦は北への大波に船尾を据えるために北を向こうと試みており、選手部に浸水していた。月光が両艦を照らし出しており、 ドイツ軍が両艦を捜索中であったところで、規模で上回る艦を支援するために、グラス号になしうることは、ほとんどなかった。軽巡洋艦 SMS ニュルンベルクは、ドイツ軍艦隊の後を追っており、20時35分に、グラス号が上げる、煙の雲を認め、さらに左舷へ10度傾いた、モンマスを間もなくして、目の当たりにした。ニュルンベルクが距離を詰める中で、モンマスの傾斜は増大し、 左言の方はいずれも使用不能であった。ドイツ軍巡洋艦は600ヤード以内にまで接近し、相手が歓喜を下ろして降伏することを期待して、その旗を自らの単焦燈で照らし出した。イギリス艦からは応答がなく、ニュルンベルクは21時20分に上方へ照準を定めた砲撃を行ったが、なおも応答はなかった。そこでドイツ艦は魚雷を発射してこれは命中せず、 ついで単焦灯を消した。すると、モンマスは速度を上げて、ニュルンベルクの方向へ向き直り、そこで大衆の方は、砲撃を再開した。モンマスは21時58分に転覆し、救助活動を試みるには、海が荒れすぎていたことで、734名の乗組員全員が、艦の道連れとなった。ありがとうございます。